おはようございます。12月28日第400 492回コーナー会アニマルラジオになります。今日はちょっとね、嫁がいないくて、僕が一人で今日は子供を見る日なので、早めにね、動画を撮っとかないといけないので、子供が寝てる間に撮ろうということで今撮ってるんで、何をカメにするか悩んだんですけど、あんまり悩みすぎると時間なくなっちゃうんでね、今日は関東草亀のね、自家繁殖のオス個体しました。たまにあの X にね、オスのあの親の方を載せてるんですけど、まあそれの子供なんでね、これから色が抜けてきて、どんどん綺麗になっていくところなんだとは思うんですけど、まあ、今現状はね、お腹が赤い黒い亀みたいな感じです。まあ、あれがね、どんどん抜けてってね、あんなに美しくなるっていうのは本当ね、素晴らしいことだなと思います。まあ、まだね、あと3年4年はかかるのかなと思いますけどね、あのぐらいまで行くのに。でそこからさらに抜けてね、赤が入ってきて、面白い色になるって。やっぱり、カメっていうのは時間がかかるものでね、7、8年スパンぐらいで考えて見ていくと、そういうのがよく見れるのかなと思います。今回このね、CB 自家繁は単品個体で、あれなんですけど、まあ、種親になってる方は、まあ、このぐらいのサイズかな、もうちょっと大きかったかなってぐらいできたんですけど、結構ね、ボロボロだったんですよね。お先切れ、まあ、お先って言っても思う切れてて、なんか結構ボロいなと思ったのは、気がついて育ってみればね、おぎれの部分が、おの先がちょっと丸くなってるねぐらいの感じで、あんまり気にならないような状況になっていたんで、あれ今思うとどんな感じだったのかっていうのは、あんまり思い返さないんですけどね。ただ来た時は結構あれだなと思いました。でもね、そこから買い込むとね、こんなに綺麗になるんだなっていうふうに思ってるとね、よくね、傷があるとかそういうのもね、嫌がる人多いと思うんですけど、まあ、愛情込めてね、育てれば、案外ね、気にならない程度まで普通になるのかなと思います。と言いながらね、この個体はもう完品のまま育てたいということで、単独飼育でね、かなり過保護に飼育して、今ね、1年でこのぐらいのサイズ、もうちょいで10センチぐらいかなっていう感じまで持っていきました。なんでね、今いろいろな飼い方の楽しみ方とかね、まあ、こういうのでせっかく完品がいたんでね、じゃあ完品の綺麗なお添えにしようっていうね、目論見でやっているんですけど、まあ、ただどっかでね、もしメスにかけるって思ったら、まあ、噛まれて尾っぽが切れたりとかね、そういうのはあると思うんで、まあ、今はね、楽しめればいいのかなと思いながら、育てています。まあ、関東草亀を大体乗せるとね、再生数がとても少ないという、残念な結果に終わる時が多いんですけど、なんかたまに伸びるんでね、よくわかんないですけどね、まあ、ただこの間も乗せた気がするんで、今回はね、まあ、亀で見に来る人は少ないのかなと思います。だからすくすくと育ったね、自分家で生まれた綺麗な亀ということで考えると、まあお金には変えられないものがあると思います。たくさん増えてるから安いよねっていう話はもちろんよく聞くんですけど、別にたくさん増えてて安いから何なのっていうぐらいの気持ちなんですよね。だって育てて綺麗になったらね、そんなね、安いとかそういう話じゃなくて、ね、自分が満足できるよねっていう話だから、そこは自分の好みをね、優先しているところが強いので、まあ生き物飼育として面白いっていうのは、やっぱり自分が好きなものを飼うことだと思うんですよね。まあ、そう考えると、関東草亀っていうのは僕にとってはね、ズバッと、なんていうんですかね、ストライクゾーンど真ん中に来たような亀なんでね、だ別に安いんだったらちょっと欲しい時に買えるし、ね、育って綺麗になったやつがいたらね、それはそれで抱え込みたいしっていうような亀だと僕は思っています。なんでね、とても楽しく、飼育できる感じです。ただちょっと大きめなんでね、場所が取るっていうところなんで、あんまりたくさんね、数を入れることができないのかなと思っています。まあ本当素晴らしい発色とかね、あと頭が大きいやつとかいるみたいなので、そういうのをね、さらにもっと飼ってみたいなと思う気持ちはあるんですけど、
まあ引数に限界があるよねってところなんで、まあちょろちょろとね、今2ペア確定がいる感じですね。アダルトとヤングのペアがね、1ペアずつなんで、まあ自分ちで種親としてはね、あとメス2匹ぐらい、いればいいのかなと思うんですけど、ただメスは地味なんでね、オスの派手なやつをね、何匹も集めてコレクションしたら、それはそれで面白いのかなと。繁殖をさせるつもりがない状況でのね、飼育っていう感じでやったら、まあ、それはそれで見応えがあっていいのかなと思います。昔アクアリウム東京でね、綺麗な関東草がいたんで乗ってたんですけど、まあ本当あんなんだったらね、もうこれは手放せないよねっていうような感じになると思います。なので、好きなカメをね、好きに買って、ね、もう本当楽しめれば、それがね、僕は、まあ、何の趣味もそうなんですけど、好きなものをね、楽しめるっていうのが一番ベストなんですよね。価値はその後についてくるものかなと思ってるので、そんな感じです。今日はね、ちょっととある、爬虫類界の人たちとちょっと遊びに行かせていただくような感じで、そして今日が終わるとね、明日はちょっと仲間内の忘年会ということで、もう本当にね、12月ももう終わるなっていう感じの、バタバタした感じから、最後のね、忘年会を大量にやってっていうような感じになってました。ただなんか別に普通に生活してるとね、昔ほど年末だとかっていうようなイメージがないような気がするんですよね。前の前職肉屋だったんで、肉屋はね、本当31日までね、お忙しっていう感じで、やっぱお正月にね、いい肉を食べたいって人が多いんでね、まあ、うちはいい肉を食べることがほとんどなかったんで、肉屋に入るまでそういうね、常識を知らなかったんですよね。だから結構びっくりしました。お正月にいいものを食べたいっていうことでしょうね。だからすごい忙しかったんで、世話しないなと思ったんですけど、まあまあもちろん忙しかったんですけど、バタバタして忙しかったんですけど、ただ肉屋の時のね、忙しさっていうのは本当ひどかったなっていう感じでした。まあもう味わわなくていいのかなっていう気持ちはありますね。ということで、まあ皆さんもまだバタバタされてる方もたくさんいると思います。2023年ね、終わりまで全力でという方、そしてまああとはまあ正月もね、年末もお休みなんかねえよって人もいると思います。なんでね、まあ一番はね、体をしっかりね、体調崩さないようにしてね、新しい年を迎えて一生懸命頑張れることだと思いますので、まあ仕事が忙しくても体調だけはね、崩さないよう、皆さんも頑張ってください。ということで今日もね、ちょっとこの後、お出かけということで、楽しませていただきます。ありがとうございました。